いますね。そして北澤さん、はい、岡崎さらには香川がボールを蹴ってくる。ここは右サイドを使ってきます。20番のバレーロ、酒井豪徳がつきます。クロスを上げてきた、22人のメンバーを使ったことになります。西野監督です。さあフリーキッカー香川、7番の柴崎です。ふわりと浮かせて10番の香川へのボール、これは通りませんでした。柴崎がいい状態になってボール前に入れてきますね。今もこの放送席から見てもこの身振り手振り、6番の遠藤、ここは集中しなくてはいけません。そうですね、ロメロボール、ファーサイドのボール、セカンドボールはパラグアイです。ここまで持っている武藤、切り込んでいく、武藤のクロス、これはゴールキー、サンタンデール、バレーロからオスカル・ロメロ、ロメロのシュート、どうだ、決められてしまった。前半の32分、オスカル・ロメロにやられました。日本失点、先制ゴールを奪われました。いいですよ柴崎、中央から香川、香川、よし、香川から乾、これはクロスバーの上、いやダイレクト素晴らしかったですね。悔しさをあらわにします。乾隆、香川の本当にワンタッチプレーですね、はい、まあ、そこに向けた柴崎のパス、いい、ロメロ狙ってきました。もう一度ロメロです。さあボール、これはクロスバーの上か、15センチだな、バーが触ったでしょうね、美しい軌道を描きましたが、今枠は捉えませんでした。続いて中固めて、アロンソ、バレーロから、バレーロ、バレーロ、早めています。ああそうですか、サイドバックの酒井宏樹、さあクロスへのボール、香川が寄っていく、まあチャレンジはいいですけどね、ここはサイドアロンソ上がってきている、ちょっともうちょっと寄せないと、低いボールはどうだ、危ないシーンだった。サンタンデール走り込んできていました。勢力を、香川ここから先ですからね、柴崎、ボックスの中には3人いますが、直接に来た、狙ったね、狙ったね、柴崎狙いましたか、ポジションちょっと変わったりしていいんですよ、いいな、これほら14番の乾のシュート、よっしゃー、来た、西野ジャパン待望の初ゴールは背番号14番乾隆です。この作り方が最高じゃないですか、今待ちわびていた待望の先制、西野ジャパンの初ゴールが生まれました。中央には13番の武藤、ファーサイドには9番の岡崎、後ろから柴崎です。柴崎一角のシュート、どうだ、これはゴールキーパーの正面、そうですね、今人数をかけてきました。中央には岡崎がいます。香川、香川後ろから乾、どうだ、入りました、2点目、蹴ってるからね。後半の18分、乾隆が2点目を決めました。日本逆、アンヘル・ロメロ切り返した、サンタンデール守れるか、日本ましたよね、やっぱね。さあその乾です、ハットトリックあるか、さあ岡崎にはわずかに回りしました。さあ大迫、大迫のシュート、弾いた、岡崎、これは枠を外してしまった、これはオフサイド、でも疲れてるね、足に来てる、まあとにかくよく走っているこの岡崎です。大迫、フリーの香川へ、香川、香川、香川、わずかに右だ、これは枠の右でした。けどボックス内でいいですよ、いいですよ、これが香川らしさですからね。中央にはサンタンデールと7番のサナブリア、アロンソが上がってきている、上田が対応しています。クロスへのボール、柴崎、これは逆に奪われた、アレハンドロ・ロメロのクロス、アンヘル・ロメロ決められました。おっとこれはオフサイド、これは旗が上がっている、でも決めんだよあれを、スライディングしながら、柴崎、おっとこれ原口、原口、香川を使った、香川とクロスバーの上、これは外してしまった。いやー、いさあ10番の香川、原口、大里、前を向いた、チャンスだ、大里、これはオフサイドフラッグ上がっています。いい形ではありました、うん、さあファーセル、同じ場だ、アレハンドロ・ロメロキャッチしました。中村康介、見せるそこにあります、低いボールだ、セカンドボール、ミドルを打ってきた、どう決められた、いや試合終了間際、
パラグアイ2点目。リカルド・オルティスのミドルシュート。大阪から香川。香川。切り返して香川。香川のシュート。よっしゃ決まった。素晴らしい。香川真司、日本の10番からゴールが生まれました。見てるよ。来たな。